今日このイベントを最高に皆さんに楽しんでいただくために、これから皆さんに歌って踊らずにはいられなくなる催眠術をおかけしたいと思います。皆様本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。ちょっとね、踊って息が上がってちょっと喋りづらいですけれども、本当に今日は楽しんでいただければと思います。ついにこの日を迎えられて本当に嬉しく思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。プレッシャー、そして大変さもたくさんあったかと思います。どんな点が思い出されますか？やっぱりこの作品は矢口監督の最新作であるということと、日本で初めてのミュージカルコメディ映画を作るということで、たくさんの方から完成する前からすごいいい期待をたくさん持っていただいていた作品なので、それがこう自分が主演を務めるということでプレッシャーに感じたりですとか、2ヶ月前くらいからダンスと歌の練習も始まったんですけれども、もうミュージカルをの映画っていうのを打ち出すにはこうスキルが全然追いついてないんじゃないかみたいなことをこう毎日葛藤しながらやっていたので、撮影に入ってからというよりは撮影に入るまでの準備期間が少しハードではありましたけれども、でも本当にこうして映画が完成して、で海外で先に上映していただいて、いろんな方にこう評価していただいているというのは、少しずつですけれども、やっぱりこの作品を届けるにあたって自信に変わっていっているところも実感しているので、頑張ってよかったなと思います。ありがとうございます。ぜひここは注目してほしいというミュージカルシーンありますでしょうか？私が演じる静香がどんどんこう踊り出してしまう体になるんですけれども、危ない。なんかね、いろんな取材をしているとやっぱりこうどんどんネタバレしていくので、まだ見てないお客さんだっていうことをつい忘れて、いろいろちょっとペラペラ喋りそうになっちゃって今ちょっと整理していますが、最初の静香が踊り出すミュージカルシーンはとてもいや監督なんて説明したらいいですかね。めっちゃ言葉どれを言おうとしてるかが分かんない。最初のマンションのシーンね。違う、会社のオフィスのシーンね、はい、オフィスのシーンです。オフィスのシーンは、とても最初こう華やかで、きらびやかな、楽しくこう皆さんもつい踊りたくなってしまうようなシーンになっていると思います。セーフかなこれは。ありがとうございます。本当に改めて本日を迎えることができて、もうとても感無量でございます。この映画はいろんな世代の方にいろんな視点から共感していただけて、そして楽しんでいただける、最高にハッピーになれる映画となっております。ぜひ公開は来月ですけれども、皆様も一緒に盛り上げていただけたら嬉しいと思っております。ぜひ楽しんでいてください。ありがとうございます。この夏